はい、皆さんこんにちは、吉成まさです、今日のですね、今日、思ったことを、お送りしたいと思いますけども、今日思ったことのテーマはですね、その人にはすでに能力があるっていうことですかね。はい、どういうことかというとですね、まあ、今まで話してきた動画とですね、まあ、重複する部分はあると思うんですけれども、結局ですね、いかにですね、仕事をですね、遂行したり成功させたりするか、自分の、野球とか、まあ、スポーツチームですね、成功に導くか、あるいはですね、まあ、例えば、そうですね、映画を作っている人、あるいはですね、音楽を作っている人、まあ、そういうクリエイティブな人たちでもいいでしょう。それをですね、成功させるにはですね、その人が持っているチームですね、のスタッフの人たちとか、仲間ですね、そういう人たちが持っている力をですね、最大限に引き出すってよく言うじゃないですか。まあ、それはそうだと思うんですよね。その人たちの能力はですね、例えば、10あるのにですね、5しか出せてないとかですね、3しか出せてないという状態であればですね、その作る CD 映画、そしてスポーツチーム、会社組織はですね、やはりですね、自分の目標を達成するのはちょっと難しいかもしれませんね。ですので、その人たちの力を出すにはですね、実はですね、スパルタ教育でもなければですね、厳しく叱ることでもないというふうに僕は思っております。はい。ではどうするかというのはですね、まあ、今まで言った動画にも言った通りなんですけれども、いかにですね、その人を、リラックスさせてですね、その人の、いわゆる、なんて言うんでしょうかね、セルフイメージというかね、コンフォートゾーンとか言いますけれども、まあ、難しい話を置いといたとして、その人の、がいかにですね、肩の力を抜いてですね、リラックスした状態で、できるか。で、それは褒めてあげることも必要だったりとか、あなたたちはできるよって励ましてあげることも必要だったりするんですけども、いずれにしてもですね、本当になんか緊張感を解きほぐすような形をすればですね、その人の力っていうのは出てくるというふうに僕は思ってます。今日もですね、ある方、非常にですね、なんて言うんでしょうかね、真面目というか、無口というかですね、なんて言うんでしょうかね、まあ、自分は、もうなんていうかな、なんて言ったらいいんですか、ダメな人間なんだって思ってるのかな、ちょっと分かんないんですけども、自分は取るに足らないというか、周りの足引っ張っちゃうというか、もう怒られてばっかというか、そういうふうにダメな人間だって思ってらっしゃるのかなというね、方も、違ったら申し訳ないんですけど、ごめんなさいなんですけども、そういう方がいらっしゃったんですけども、仕事を始める前にですね、いろんな雑談ですかね、をしましたね。そしたら意外と喋るんですよね。おー、これは意外だなということで、多分ですね、僕がですね、本当に気さくにですね、まあ、自分で気さくというのも何なんですけども、ちょっとね、他の方とはちょっと違った接し方っていうのかな、他の方は多分ね、その人、まあ、先にその人 A さんとしましょうか。その A さんがですね、もうダメだこいつと本当にもう覚えも悪いし、人の足引っ張り上がってっていう風なスタンスで話しかけちゃったりしてるっていうのがちょっと見受けられるんですよね。でも僕は別に何でしょうかね、やっぱりまあそんなにですね、私どもやってる仕事もですね、本当に複雑怪奇なですね、仕事ではございませんので、誰でもっていうかな、皆さん絶対大丈夫だと、できるというふうにね、思っておりますし、そういう接し方をね、させていただいてます。その A さんにもですね、最近はどうですかみたいな感じで、ちょっとね、お仕事の話もね、聞いたりしました。そしたら結構ですね、喋るんですね。おー、意外だなということでですね、喋っておりました。ですのでね、ちょっと仕事する前にもね、緊張が解きほぐされたのかななんてね、思ったりしながらですね、そういう形させていただいたんですけれども、ですので、本当に肩の力を抜かす。そうすればですね、その人の、本来のですね、力に近い力がですね、出せるんですね。リラックスしてますからね。はい。そういう形でやっていって、そしてその次のステージとして、こちらが褒めたりとかですね、モチベーションを上げたりとかですね、インセンティブを与えたりとかですね、しながらですね、どんどんですね、ステップアップして進化していくっていう風に持っていけばいいと思うんですね。はい。と思いました。はい。ということで、今日思ったことはですね、その人の、力は本当はもうすでにあるんだ。その人は力がある人なんだと思って接してあげて、そしてリラックスさせてあげるということがですね、自分たちの、
目標にね、一歩近づく方法なのかなというふうに、今日思いました。ではまたお会いしましょう。